どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは愛犬のルナです。というわけで、はい、ルナと一緒に今日は質問に答えていきたいと思います。一番最初、6ヶ月のチワワの男の子ですね。薬を飲ませるときにうなって噛まれます。で、この方法で、ぜひ、試してみますということですね。前に載せた薬の飲ませ方ですね。はい、もう一つ質問がありますということですね。2ヶ月後に、ペットホテルに預けなければ、いけません。臆病で、人やワンちゃんも苦手でなかなか慣れることができません。年に1度から2度預けているのですが、おしっこを、全くしてくれないのと、家のトイレを持ち込んでも、してくれないっていうことですね。何か他にできることはありますかっていうことですね。はい、答えていきたいと思います。まずペットホテルに慣らすときって一番大事なことが、やっぱり利用頻度になるんですよね。年に1回2回だとやっぱ預けてしてくれるかっていうと難しいかな。うちの中で、これに似たようなデータである子だと、柴犬の子だと週1週2ぐらいのペースで定期的に預けてもらっておしっこするようになったのは3ヶ月ぐらいかかったかな。長い子だと半年ぐらいの子もいるんですけど、特にね、日本犬は多いんですけど、まあチワワの子もね、結構なんだろう、こうこだわりがある子ってやっぱり頑固なのと、あと6歳っていうことですね。6歳なので、まあ6歳のチワワの男の子って言っても結構頑張っちゃうんじゃないのかな。なので、もしね、可能であればやっぱ慣れたらラッキーぐらいで、もうちょっと本当は多い回数、年に1回2回でおしっこできる場所っていうのは難しいので、もうちょっとこまめにね、本当だったら預けられたりとか慣らしたりとか、お泊まりだけじゃなくて本当預かりもやってるんであればね、日帰りとかの利用があってもいいのかなっていう気がしますね。やっぱり慣れるためには回数多くしかないので、定期的にね、遊びに行ける場所だったら遊びに行ったりしながらやってもらえるといいのかもしれませんね。はい、2つ目の質問ですね。4ヶ月の、トイプードル、サークルにぬいぐるみを入れていますってことですね。枕にして寝る時もあるし、噛みついて、うなり声を上げながら激しく振り回す時もあると、ね、この前はマウントしてましたって、ぬいぐるみを入れっぱなしにすることはあまり良くないのですかっていうことですね。これもね、例えばちょっとマウントしたり噛んで振り回したりして遊んでるぐらいだったらいいのかもしれないですけど、近づくと人に対して怒っちゃうとか、どうしてもね、なんかそのぬいぐるみじゃがなきゃダメみたいな感じになってきちゃう、ないことがストレスになってきてしまうような兆しがもしあるんであれば、まああまり入れっぱなしにしない方がいいのかもしれませんね。ルナ、リラックスしすぎじゃない？ね、なので、そうですね、まあぬいぐるみ入れっぱなしが悪いわけではないんですけども、まあ自分だったらあまり入れっぱなしは進めないかな。ただまあ本当にね、置いといても、まあ、マウントしたりとか噛んで、まあ、振り回してって言っても、まあ、そういうものもね、ある程度本当だったらお散歩をね、ある程度多めにしてったりとか、あとはまだ4ヶ月っていうことなので、まあ完全になくなるとか効果が絶対あるわけではないけども、まあ去勢をねしてみるっていうのも一つの手ではあるので、まあ今後ずっと入れないっていうよりは、まあちょっとね、去勢を試してみたりとか運動量を増やしてみて、でもしそれである程度抑えられるんであれば、ぬいぐるみを入れっぱなしにしてあげてもいいのかもしれないですけども、まあ あんまり怒ったりするのであれば入れない方がいいのかな。一番がね、問題行動の定義って、まあ、難しいと思うんですけど、生活に支障を来すか来さないか、ね、お互い楽しい生活ができれば実際のところは問題がないと思いますので、ただね、あんまりうなったり噛んだりとか振り回すとかっていう興奮を助長するようなものはね、生活の中から正直に言うとない方が、まあ、平和に暮らせるのかなっていうのはありますので、ぜひね、皆さんもワンちゃんとの、程よい距離感、関係性を保ちながら一緒に、暮らしてみてはいかがでしょうか。